はい、こんにちは、マレーです。今日はちょっと珍しくお金について話していきたいと思います。義務教育でお金について全然習ってこなかったので、こんな年に勉強することがよくあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。ちょっと僕なりに勉強した内容を皆さんに伝えて、実際お金ってどういうものなのみたいなところがちょっとは分かっていただけると良いかなと思って、ちょっと資料作ってみました。ではちょっと行ってみましょう。はい、お金はいつ作られたのか。金貨で言うと、日本では武田信玄が作ったって言われてますね。1567年。世界では、中国の方で作られたみたいです。3000年前。よく、和同開珎っていうのが一番古いみたいに昔の人は習ったかと思うんですけれども、それより前に何か見つかったみたいですね。ちょっと中国の国の名前が読めないんですけど、こういうやつがあったみたいです。はい。で、現在なんですが、通貨は実は2種類あります。はい。現金。それ以外に何があるかっていうと、通帳、いや、これは預金ですね。はい、預金。預金ってイコールなんじゃないのみたいなふうに思われている方もいらっしゃるんですが、実はイコールじゃないんです。イコールじゃないんですね。はい、実際、通貨の総量、日本の通貨の総量ですね。はい、見ていきましょう。はい、青い方が預金です。これは広義流動性といって、その定義がいろいろあるんですけれども、その中でも現金と預金に分けられる大きな形としてはこういった形になります。これはつまりどういう意味かっていうと、現金がこの世には、日本では108兆円しかない。それに比べて1900兆円も預金っていうものが存在しているってことなんですね。はい、これがどういう状況なのか、イメージ湧かないと思うんで、現代貨幣のシステムの成り立ちを見ていきましょう。はい。昔は物々交換をしていたって教わりましたよね。はい。でも物々交換だと物が腐ったりだとか、割に合わない、交換だったりっていうこともあって、不都合があったと思います。そこで、人々は金貨を発明したんですね。金を発掘して、それを金貨として。ただ金貨は、そのもの自体が価値があるんで、盗まれないようにだとか管理には苦労したと思いますね。はい。そこで、イギリスの金細工職人、ゴールドスミス、この人が、金貨預かりますと、預かりサービスを始めたんですね。はい。金貨預かってって、じゃあその代わり借用書、この人から預かってますみたいな、この人から預かってます、はい、この人から預かってます。はい。始めたものの預けるばかりでなかなか取りに来ないんですね。それもそのはず、持ってたら危険ですから預けてた方がいいわけですよね。となると、預かったお金を他に貸しちゃっても大丈夫なんじゃないかなって思ったのが発明その1です。はい。貸しちゃうよ。はい。金利発生して、はい、この人から借りました、この人に貸しました、この人に貸しました、はい、この人に貸しました。はい。そう。貸しちゃえるんですね。はい。そしてもう一回思いつきましたね。金貨自体を貸すんじゃなくて、借用書を貸して、この人に貸したってことにできちゃうんじゃないか。つまりどういうことかっていうと、借用書を渡します。はい、この人に貸しました。この人に貸しました。貸しました。貸してます。貸した金貨は預かってますけど貸してます。はい。金貨が欲しいときはこれ持ってくれば渡します。はい。借用書を貸すことはたびたびあっても、結局金貨を、回り回ってやっぱり預けに来るんですね。なんで、自分が預かった金貨っていうのはなかなか減らないと。
借用書を渡すばかりと、ある時思ったんですね。渡した借用書が他の人に渡ってる。この頃には、誰に貸したといった裏に、貸した相手の名前とか最初の頃は書いてたんですが、この頃は書いてなくて、もう他の人に借用書が渡っちゃってたりするんですよね。ここで物が交換されたり、お金のような通貨のような形で流通していたことに気づいたんですね。金貨みたいに使われている。はい、そうなるとゴールドスミスは考えました。借用書が通貨として流通している、借用書ならいくらでも金貨じゃなくても作れるぞと、はい、大量に刷りました。借用書です。金貨関係なしにバンバン貸しちゃいました。はい、金利発生しますからどんどん貸します。どんどん流通する。はい、どんどん貸すと、金貨以上に、まあ、その借用書貸しても全然大丈夫そうということが分かりましたと。これが発明その3になってですね、もういよいよ国が出てきますね。ルール守って、まあ、使っていこうよ、もうこの通貨をって話ですね。はい、まあ、絶対これ金貨交換できるようにしてよっていうルールを作りました。これを金本位制と言いますね。はい、金と交換できることが約束ごとになりますと。はい、分かりましたと。ここで、現代の銀行といった形で、借用書として使っていたものは、今でいう通帳、預金ですね。預金に変わりました。はい、みんなには預金を貸しちゃう、預金を貸しちゃう、はい、どんどん貸すんですね。今まで通りするとだんだん通貨の総量っていうのが、こう世の中の出回る量っていうのがどんどん上がっていくんですね。もう金貨を越しました。いつの間にかこんな感じになっちゃって、もう預金だらけ、さすがにやばそうだと。はい、新ルール作りました。中央銀行を設置して、まあ、とりあえず金貨こっち預かっちゃう。その代わり現金というのを作りましたね。はい、こっち使ってと。もう金とは、まあ、交換しないけど、もう現金をするからこれ使って金貨代わり。はい、銀行自体はそのまま預金というものを貸していく。で、金貨が欲しかった人は金貨の代わりに現金をもらうと、交換すると。はい、紙幣を金貨とみなして、まあ、いくらでも発行できるから、金貨には限りがありますからね。現金であればいくらでもすれますよと。これを現代における管理通貨制と言いますね。はい、はい、役割の変化というものが変わってきました。役割が変化してきましたね。はい、金貨は現金に、借用書は預金に変わっていったんですね。はい、今のシステムはこんな感じになってます。銀行がどんどん預金を貸しちゃいます。これは現金を、あるなし、現金が、イコールになってなくても全然預金だけがこう貸しちゃえるんですね。はい、欲しいときは現金をちょうだいと、まあ、ある分だけであれば交換できるよっていう感じです。預け入れは逆に、現金を渡すと預金に返ってくれると。はい、まあ、振り込みはどうかといえば、この預金を誰かに渡す、誰かに渡す。はい、ということを繰り返していくうちに、現在はこういった形で預金がどんどん増えていったんですね。はい、ということで現金と預金というのは別物ということなんですね。はい、まとめ、銀行は現金の量にかかわらず無尽蔵に預金を貸すことができます。なぜならみんなが一斉に現金に換金しに来ることがないからですね。これを銀行では信用創造と呼んでいます。はい、市場の預金が膨らんで、
どんどんもう貸したら預金ばかりが膨らみますね。そうすると所得に変わります。誰かの給料になって、そうすると消費されます。消費がどんどんされるようになれば、供給する側もどんどん売ろうとするので、どんどん供給が、上がりますと。するとどんどん投資に回って預金をまた貸してってなるんで、するとどんどんまたお金が膨らんでいく。これをまあ経済成長と呼んでいるんですね。はい、ご視聴ありがとうございました。今回はお金について分かったかと思いますので、また今度なんか違うテーマで話させていただければと思います。ありがとうございました。はい。